ご覧のようにですね、今回もケプラーズボンはね、このような感じに仕上がっております。選手はですね、このようにね、ケプラー製品を身につけておりますが、ね、今日はちょっとそのケプラー製品をちょっと紹介したいと思いますけど、まあ、今回ね、このような感じの塗装にしたケプラーズボンですね。そしてケプラーシューズがあります。そしてケプラー手袋、そして今首につけているのが、発泡材入りのネックガード、首をガードしてくれるし、ヘルメットをかぶった時にこのヘルメット、まあ、頭がですね、ガクッとならないようにこう後ろとかこういうのでちょっと首を守ってくれるっていうね、この発泡材ネックガード、あとそれとですね、あのこちらのあるように発泡材が入ってないネックガードもありますしね、このリストバンプですね、これ作業用のね、ケプラーがで編んだあの軍手がこちらになります。そしてあの今履いてますけどね、ケプラーのねソックスもあります。アームカバーですね、こうギュッとこう入れるような感じになっておりますけどね、大体ね選手はねこのような装備、まあ全部をつけてる人はまあそんなに少ないんですけどね、より安全になるためにね、このように選手はねケプラー製品を体に身につけてレースに参加しています。大変ですね。これで選手のねケプラー製品の紹介を終わりたいと思います。ありがとうございました。